フアン・マルティン・エルナンデスは、アルゼンチン、ブエノスアイレス出身の元ラグビー選手。エル・マゴの愛称で知られる。2018年現役を引退。アルゼンチンの首都、ブエノスアイレスにて誕生。愛称は、フアニートとして親しまれている。彼の姉は、アルゼンチン代表のホッケーの選手。おじ、パトリシオ・エルナンデスは、 元サッカー選手で1982年スペインワールドカップでアルゼンチン代表としてディエゴ・マラドーナと一緒にプレーしていたことがあった。そういうこともあり、ファン・マルティン自身もサッカー好きで好きなチームはリーベルプレートでマラドーナのファン。ファン・マルティンの少年時代、地元のクラブで数々のクラブからスカウトを受けるほど将来有望なサッカー選手だった。 その当時はマラドーナが監督を務めるクラブでプレーしていた。しかし、フワン・マルティンの父が偉大なラグビー選手だったこともあり、父と同じ道を歩くことに。選手生活のスタートは地元のクラブ。たちまち、頭角を表し、2003年6月、パラグアイトの試合でアルゼンチン代表に初招集。2003年度のワールドカップに選出され、 活躍が認められた。その後もコンスタントに招集され、2007年度のワールドカップスコードにも選出されると、過去最高の3位となったアルゼンチン代表に大きく、貢献し大きなインパクトを残した。2004年度から、フランスの強豪スタッドフランセに移籍して、芝叩く間に、主力選手に成長。2006から2007シーズン。 スタッドフランセが優勝した、際、最優秀選手としてノミネート。イングランド一部プレミアシップのレスタータイガースに移籍の噂がちらほらと立っていたが、2009年、南半球のナタルシャークスに移籍が決まった。2010年からは、フランストップ14のラシンメトロ92でプレー。2011年のワールドカップニュージーランド大会は、怪我のためスコッド落ちした。 2015年、イングランドで開催された、ワールドカップに出場。2016年からは、スーパーラグビーに新たに参戦した、アルゼンチンのチームジャガーズでプレーした。2018年、怪我のため現役を引退することを表明した。ありがとうございます。